コービィン・ブライアン・バーンズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州カーン、ベーカーズ・フィールド出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称は、バーン・ジー。開幕から無四球での58奪三振の MLB 記録を持つ。また、MLB 対記録の10者連続奪三振達成者。 2016年の MLB ドラフト4巡目で、ミルウォーキーブルワーズから指名され、6月16日に契約を結び、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグブルワーズで、プロデビュー。A 級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズでもプレーし、2球団合計で12試合に登板して3勝0。敗、はい、防御率2.02、41奪三振を記録した。 2017年は A 級カロライナマドキャッツと AA 級ビロし、シャッカーズでプレイし、2球団合計で26試合に先発登板して8勝3敗、防御率1.67、140奪三振を記録した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは、ブルワーズの組織内では2位にランクインした。シーズンでは開幕から、 トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし、19試合に登板して3勝4敗、防御率5.15、81奪三振を記録した。7月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、10日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。そのデビュー戦では4番手で登板して2回を無失点に抑え、初セーブを挙げた。 この年メジャーでは30試合に登板して7勝0。はい、防御率2.61、35奪三振を記録した。2019年の開幕に向けて、先発ローテーションに組み込まれることが発表された。しかし、先発では不審に陥り、3先発で11本塁打を浴びてしまった。その後、ブルペンに戻ることが発表された。だが、十六登板で防御率点零零と、 ブルペンでも良い結果を残すことはできなかった。7月15日に肩の違和感により故障者リストに入った。2020年は年間通して先発ローテーションの一角を担いオール MLB チームの候補にも選出された。2021年4月20日のパドレス戦で開幕からのシーズン40奪三振無視球の MLB 記録を樹立した。その後も記録を更新し続けたが、 5月13日のカージナルス戦で無支球での連続三振記録が58で途切れた。7月4日に選手間投票で自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは2回表に先発投手のマックス、シャーザーの後を受けて2番手として登板したが、ブルージーズのマーカス・セミエンに失点をされた。3回表も続投したが、 同じく、ブルージェイズの今度は、ブラディミール・ゲレーロー・ジュニアに、本塁打を記録され、3回表限りで降板し、敗戦投手となった。8月11日のカブス戦で、MLB 大記録の10社連続脱三振を達成。9月11日のインディアンス戦で、ジョシュ・ヘイダーと共に、系統でのノーヒットノーランを達成した。MLB 全体では9度目。 球団としては1987年以来2度目の快挙だった。速球と変化球を巧みに操り、どの球種も回転数が高い。2018年はスライダーの空振り率がタイミング打者に限れば50%台に達している。ありがとうございます。